遊歩道側から見た、サドンロック三段壁洞窟から見た、サドンロックサドンロックは、日本の和歌山県西室郡白浜町の観光地で、ある三段壁にある岩。2018年の平成30年台風、第21号の日本列島直撃後、崖の上に出現したことが確認された。千二十一年二月から、名前が募集され、七十八名の応募の、 うち同年4月末にサドンロックに決定された。平成30年台風第21号は2018年9月4日の正午頃に徳島県南部に上陸14時頃には兵庫県の神戸市付近に再上陸し、その後は速度を上げて近畿地方を縦断した。中心気圧は四国上陸時に950ヘクトパスカル。 本州上陸時に955ヘクトパスカルを記録。最大瞬間風速は、どちらの時点でも秒速45メートルに達した。この台風により、近畿地方は猛烈な雨と風に見舞われ、和歌山県白浜町は13時2分に最高潮位164センチメートルを観測した。これは、平成23年台風第12号による、 最高潮位1 5 2センチメートルを上回る記録であった。三段壁では約5 0ルの高さにある崖にも波が届き、崩落も起きた。台風第21号が過ぎ去った数日後、三段壁の北側の崖の上で UFO 道脇に岩が出現していたことが確認された。岩の大きさは長さ約4 2メートル、高さ約1 2メートル、 幅約1メートルであった。台風以前の写真にはその岩は写っておらず、また下の岩盤との間に空撃があること、材質も異なることから、別の場所から運搬されたと見られている。その起源は不明であるが、台風、第21号による高波で海から押し上げられたか、崖の上に位置していた岩が、風雨により転落、移動したと見られている。発見された岩は命名以前に、 謎の岩と呼称されていた。三段壁洞窟の運営会社である三段壁洞窟はこの岩を新たな観光スポットとすべく2021年2月にインスタグラムや洞窟内の応募箱を使って岩の名称を募集した。締め切りの4月5日までの応募人数は878名、総数は約770作に上った。 三段壁洞窟のスタッフが10作まで候補を絞った。後、現地とインターネット上で187票の投票があり、41票を獲得したサドンロックに決定した。その他の候補には、キーシ、シラクマロック、フーライガンなどがあった。サドンロック名称には三段壁に現れたことと、その出現が突然のことであったことから、 三段とサドンの二つの意味が込められている。ありがとうございます。